間がいるから成り立っている。何かが違えば変わってしまう。見えるものとは何か。夢を見たんだ。どんな夢？暗い夢。踏切で電車が通ってて男に会った。変な夢。それで？そうなんだよな。嫌に現実味のあるそんな夢だった。まあいいや。とりあえず朝ごはんでも食べよ。あまり近づくな。何を求め、何を見つけようとしていたのか。
お構いなく。お構いなくって構いませんから。あのね、いいんです。ここはに.9979.2458。人の決めたものに意味があると思いますか？世の中なんて不完全。究極的に突き詰めたとしても、人が知りゆくものには限度がある。不完全な中に生きている。理解しているつもりの世界。結局、あなたの見ている私も私ではないかもしれないということ。あなたは私がここにいるってこと、本当に理解できます？お前は何も分かっちゃいない。そう、何も分かってはいなかった。分かる？そんな意味さえ持ってなかった。もしもし。あ、今大丈夫？大丈夫だけど。大丈夫？なんか元気ないね。大丈夫、いや、ちょっとね。大したことではないんだけど。何？どうしたの？大したことって何？どうしたの？いや、大丈夫だから、本当。それより何？何かあったんじゃないの？あ、そうそう、あのね、今週末どこかに行かないかなって。どこか、ね。行きたいところあるの？うん、海に行きたい。海か、うん、いいんじゃない？もしもし？あれ？君は一体何者なんだい？
舞。待って、それは私じゃない。舞。何を見ているの？見ているようで何も見ていない。結局あなたはいつもそう。本気で探しているものは一体何？自分は自分であって、あなたでもあり、そして誰でもないんだから。注意を促したのにお前は近づいた。現実を失ったんだ。そもそも現実が何かお前には理解なんてできはしていない。ここにいることが現実か、それとも少女を追いかけることが現実か、それとも彼女がいれば現実か。求めたいそのままであるものが現実であるに過ぎない。いや、それさえも現実ではない。何が現実だ？現実？誰が誰を問う？自分が自分であるための世界、それだけだ。Thank you.
乾いた。